国民栄誉賞を受賞したばかりのなでしこジャパンの監督、そして選手の皆さんを乗せたバスが原宿の会場に到着しました。出迎えるファンに澤選手、笑顔を向けました。たくさんのファンが待ち構える東京原宿で、大野選手や金賀選手が思わず小躍りしながら登場してしまうビッグな贈り物が。監督と21人の選手全員におよそ300万円という高級外車が。好きな色を10色から選べるとあって選手たちは。記念撮影をする監督をよそに車に夢中。負けじと佐々木監督も。非常にスポーティーで、ちょっと私の体にはちょっと似合いませんけれども、でも僕には非常にアウディ。今までこうこのよう なんか高級な車に 手が届かなかったので、ちょっと自分たちに合うかどうかちょっと心配なんですけれど、あのでも私にもアウディ申し訳。しかし当初はプレゼントだったこの車が直前になり3年間限定の無償リースになったことが明らかに。国民栄誉賞に高級外車と激動の一日を送ったなでしこジャパン。大きな歓声が上がっています。佐々木監督に大きな歓声が上がっています。佐々木監督に向かってこっちこっちと小さな子どもたちが大きな声を張り上げています。明日はワールドカップ後の初戦となるリーグ選抜との事前試合が。なでしこのチームもですね、選抜もすべて本当に日本の女性のですね、代表候補になりうる選手たちの戦いですので、両チームともの選手のですね、質というものも確認していきたいということです。